はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、547日目ですね。はい、現在2020年12月15日の、15時28分なんですけども、ポロスピ交流戦、最終日、全部やってます。はい、やりました。で、一応この累計ですね、はい、累計プレイ数30プレイ全部やりましたんで、ここですね、28プレイのところの S ランク役所、これ取りましたんで、今回これ開封したいなと思います。はい、まあ順位の方ですけども、もう全然ですね、まあ、一応今3位で暫定でやってますけども、暫定でいますけども、まあ、あの初日1勝9敗から始まってね、まあ、ここまでよう持ち直したかなと自分では思ってます。はい、まあ、まだまだ最下位の可能性もこれもありますんでね、まあ、最下位でもまあしゃあないかなと思ってます。はい、まあ、最初の1勝9敗はかなり響いてるかなと思います。まあ、今日もね、今回も最終日もあのホームで2個負けましたしね、まあ、やっぱりちょっとだいぶ苦戦しました。はい、まあ、ちょっと仕様変更もあったみたいですけども、まあ、かなり苦戦しましたね。はい、まあ、個人成績の方も、全然絡んでないですね。はい、まあ、絡む余裕もなくやってましたんでね、投手部門の方も全然ですね、まあ、一応この最多奪三振のところでね、エドワーズ選手がね、65で並んでるんですけども、まあ、他の方やってないんでね、これもまあ抜かれるのは絶対抜かれるとは思いますけども、まあ、エドワーズ選手実は僕一回も自走作してないんですけども、よくまあ頑張ってくれたかなと。79イニングも投げてますからね、よく頑張ってくれたかなと思います。はい、まあ、先ほども言いましたけど、初日で1勝9敗やったんで、もうこの辺の覚悟、ね、結果のこういう結果の覚悟はできてましたけども、まあ、うん、再開になる可能性もありますんでね、まあ、次回ですか、次回の動画でまた、何位になったかというのは報告したいなと思ってます。はい、まあ、Sランク役所とスピメダルもね、いっぱいもらいましたんで、これはこれで良かったかなと思ってます。はい、こういう感じですね、交流戦厳しい戦いでした。はい、それでは、契約書の方行きたいなと思います。 S ランク契約書を開封するんですけども、その前にゴールド契約書も5枚開封したいなと思います。ここからですね、1、2、3、4、5枚ですね。はい、まあ、前回ですかね、ゴールド契約書から S ランク選手来ましたんでね、今回もぜひ来てほしいなと思います。まあ、このアカウント阪神純正だけでやってますんで、阪神の S ランク選手か A ランク選手来てほしいなと思います。行きます、お願いします。S ランク来い。うん、渋い、燃えろ、あー燃えへん、あーない。はい、 B ランクですね。お、大川選手、阪神来ましたね、 B ランク。お、大川選手2枚目。はい、ゴールド客賞5枚全部 B ランクでしたね。はい、まあまあこれはしゃあないです。それでは、交流戦の累計の S ランク役所ですね、一番下かな、はい、これですね、プロスピ交流戦累計28プレイ達成の報酬 S ランク役所、まあ、このアカウント先ほども言いましたけども、阪神純正だけでやってますんでね、阪神の S ランク選手来てほしいなと思ってます。累計で久しく来てませんので来てほしいです。いきます、 S ランク役所お願いします。阪神来い。さあ、ちょっと阪神そろそろ来てほしい。さあ、誰、阪神来い。堂林選手2回目です。はい、堂林選手ですね。はい、阪神こずということで、中京大中京の、ね、出身の堂林選手、厳しいな、なかなか来ないですね阪神は。はい、まあまあいいです、知らないですね。はい、まあ、今回こんな感じですね。まあ、プロスピ交流戦もまだまだね、ちょっと最下位の可能性もありますんで、まあ、まだね、エナジーももらえますんでね、まあ、S ランク契約書やプロスピ、スピメダルとかね、いろいろもらいましたんで、まあ、最下位でもよかったかなと思ってます。はい、まだ順位分かりませんけどね、次回報告したいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。